皆さん、こんにちは。1972年、代表曲となる喝采で第14回日本レコード大賞を受賞し、歌姫を称された千秋直美さん。表舞台から姿を消して30年以上が経ち、生きる伝説とも呼ばれる千秋直美さんですが、1992年9月11日に夫のゴウエイジさんが病死し、その直後から活動を休止しています。しかし最近になって復帰の噂も出てきているようです。しばらく姿を見せていないので、現在の様子が気になる人も多いのではないでしょうか。今回は千秋直美さんについて、復帰の噂や現在と合わせて夫の死についてもご紹介していきます。まずは千秋直美さんの簡単なプロフィールから見ていきましょう。出生名瀬川美恵子、生年月日1947年9月17日、出身地神奈川県東京都板橋区育ち、職業元歌手、代表作「喝采」「赤とんぼ」「冬となり」、三人姉妹の三女として生まれた千秋直美さん。末っ子ということもあって父親に溺愛されていたといいます。父親の収入が少なかったため母親が働いて家計を支えていたそうです。ちなみに千秋直美さんの出る歌番組にサプライズゲストとして登場したこともあります。また千秋直美さんの父親は定職を持っていなかったという話がありますが、クリーニング店に勤めていたという話もあるようで、どちらが本当なのかは分かっていないようです。父親はかつて歌手を目指していたほどの芸能好きで、溺愛していた千秋さんにタップダンスを習わせ、5歳の頃に当時この板を踏むことが芸能人の夢とされた日本劇場のステージに立ちました。音感が良く運動神経が良かった千秋さんは、一家の大黒柱として芸能界に身を置くようになります。小学校に入学してからは古城恵美という芸名で米軍キャンプなど様々な場所へ、いわゆる土佐回りをして歌っていたそうです。しかし7歳になった頃に千秋直美さんは一旦芸能の世界から距離を置くことになりました。それは家族の事情があったようで、東京から神奈川県辻堂西海岸へと引っ越しをしています。小学校2年から6年までは神奈川県で過ごし、この間は普通の小学生としての生活を送っていたようです。そして中学2年生の時に東京都の大田区立大森第三中学校へ転校しました。どうやらこの頃に両親が離婚しているようです。千秋直美さんの父親は浮気して家を出て行ったといい、その後17歳の女性と結婚し家庭を持ったそうです。千秋直美さんは周囲には自分が13歳の時に病気で死んだと語っていたそうです。その後中学3年生の時に新宿区立大久保中学校を転校しています。中学生になって千秋直美さんはまた芸能の道へ戻りました。母親と東京で生活し、プロダクションに所属しながらジャズ喫茶で歌ったり、スター歌手の前座として地方回りをしたりしたそうです。幼い頃から芸能の仕事をしていた千秋直美さんですが、成長するにつれて歌手に憧れるようになります。そして19歳でレコード会社のオーディションを受け、その後鈴木淳先生の下で1年半のレッスンを受けて21歳でデビューを飾りました。軌道に乗るまでは地方を前座歌手として巡演し、キャバレー回りなど苦労も多かったようです。スタイルが良かったため会社は千秋さんのキャッチフレーズを魅惑のハスキーボインとつけました。また名字がなくて名前が2つというキャッチフレーズもつけています。一方千秋さんの父親は千秋さんの居場所を探し当て、自宅や所属事務所に何度も訪ねてきたといい、お金の無心をしていたそうです。その後千秋直美さんはゴウエイジさんと1978年に結婚します。気になる馴れ初めは1973年に元祖ドッキリカメラやドラマ「くるくるくるり」などで共演し、交流があった俳優の宍戸錠さんが千秋直美さんに実弟のゴウエイジさんを
紹介したことがきっかけでした。そもそもシシドジョーさんの実の弟がゴウエイジさんだったことを知らない方も多いでしょう。ゴウエイジさんは結婚後俳優を引退し、千秋さんの個人事務所瀬川事務所を設立します。ゴウさんが社長兼マネージャープロデューサーとして千秋さんを支えていました。しかし1992年9月11日ゴウさんは肺がんで死去してしまいます。55歳でした。ゴウさんの早すぎた死はゴウさんを深く愛していた千秋さんの歌手としての仕事を含めた芸能活動完全休止のきっかけとなります。個人の強い希望により身内だけで静かに送らせていただきました。主人の死を冷静に受け止めるにはまだ当分時間が必要かと思います。皆様には申し訳ございませんが、静かな時間を過ごさせていただきますようよろしくお願いいたします。千秋直美。こちらは郷さんが亡くなった後、千秋直美さんが事務所を通してマスコミに配布した自筆のメッセージです。郷さんは亡くなる2年ほど前に肺がんを患い、手術と入院生活を余儀なくされることになってしまい、そのため千秋さんは病院に泊まり込み、病院から仕事場に出かけ、仕事が終わるとその足ですぐに病院に引き返すという毎日を送っていたそうです。しかし8月27日に郷さんの意識がなくなり、昏睡状態が続く中、千秋さんが一人で付き添いました。最後の1週間は病室に泊まり込んで不眠不休の看護を続けたといいます。遺体が荼毘に付される日、菊の花にうずもれた棺の中の夫に見入ったまま微動だにしなかったという千秋さん。施設関係者がではこれでと声をかけ、荼毘に付されるその最後の瞬間、私も焼いて、私も中に入りたいと大粒の涙を流しながら絶叫したそうです。9月16日緊急会見を行った郷さんの兄シシドジョーさんは次のように語りました。弟は3ヶ月くらい前から物を食べられなくなった。それを彼女は元気になろうねと励まして一生懸命口に運んでやっていたんです。芸能界では珍しく完璧なまでの愛情に包まれて、二人は病室でのこの7ヶ月で夫婦生活を全うしたと思う。彼女は人間として、女として、妻として愛情を燃え尽きさせたのだと思います。そしてこうも続けました。今は彼女が一番心配です。やつれ切った体が回復するまでには時間がかかると思うが、一日も早く歌に芝居に復帰してほしいものです。しかし千秋さんは夫と死別後一切の芸能活動を休止しており、公の場所にも全く姿を現さなくなりました。一説には死の間際、夫がもう歌わなくていいよと言ったとも伝えられていますが、真相のほどは定かではありません。現在も千秋さんは郷さんの墓参りを毎月欠かしていないそうです。また二人の間の子供はいるのかについても調べてみましたが、子供はいないようです。さて千秋直美さんの引退理由は、最愛の夫であるのゴウエイジさんが亡くなったから、これが一番の理由であることは間違いありません。しかしこういった話もあるようなのです。父親の無心は二人の結婚後も止まらなかったそうで、母を神奈川県内の一戸建てに避難させ、住民票は事務所に置きました。母が乳がんで亡くなった後も父親は事務所や楽屋に押しかけ、それを郷さんが撃退する。その光景を何度か目撃したレコード会社関係者によると、郷さんは常に毅然とし、一切千秋さんに会わせず厳しい口調で追い返していたということのようです。父親の金の無心から千秋さんを守り、防波堤になっていたのが夫の郷さんだった。郷さんの死によって千秋さんは最愛の夫と自分を守ってくれる防波堤を同時に失ってしまったことになります。いつ犯罪常習者の父親のスキャンダルが明るみに出るかもしれないと怯え、それもあって引退したのではないかとも言われます。父親との確執については千秋直美さんは本当に苦しんだことでしょう。そして守ってくれていたご主人が亡くなったことで父親のスキャンダルが明るみに出ることを恐れたというのも引退の理由の一つではあるのかもしれません。しかし自分を心から愛し守ってくれた存在だった
郷さんが亡くなったことで引退の道を選んだというのも仕方のないことでしょう。現在千秋さんは郷さんのお墓がある東京都心のお寺の近くのマンションを購入し、そちらで生活を送っているようです。そんな千秋さんの収入源も気になるところですね。収入としては主に楽曲の印税、収入、不動産収入の2つが挙げられます。こちらを順番に見ていきましょう。1つ目は印税収入です。活動を休止された後もベスト盤や CD ボックスなど千秋さんの楽曲は引き続き販売され続けています。2019年、千秋さんにとって歌手デビュー50周年の年となり、同年4月17日にアルバム Begin がリリースされています。またカラオケでの収入も考えられ、生活するための収入は十分にあると喝采のプロデューサー、有刊誌などで言われています。2つ目は不動産収入です。千秋さんは都内に不動産を購入し、アパート経営などもしているといいます。これによりまとまった定期的な収入を得ているようです。現在世間に姿を見せていないものの、千秋さんの現役時代をリアルタイムで知見していない Z 世代の一部からも評価されているようです。2023年8月26日に放送されたテレビ朝日系昭和歌謡は偉大です、2時間半スペシャル昭和歌謡紅白ベスト10では、あなたが思う歌が上手すぎる昭和の歌手は誰ですかというアンケートを、昭和大好き博士ちゃん平均年齢15歳に実施しました。ランキングした結果、なんと千秋さんは9位にランクイン。 Z 世代にも昭和の歌姫として認知されていることが判明しました。まさに生きる伝説となった千秋直美さんですが、最愛の夫の33回忌に合わせるように動き始めたのだといいます。抜群の歌唱力と圧倒的な表現力で天才歌手の名を欲しいままにした千秋直美さん、忽然と姿を消してから30年余り、そんな千秋さんのデジタル配信が開始します。往年のヒット曲がデビュー55周年を迎える6月10日から音楽サブスクリプションサービスで配信されるのです。千秋さんが在籍したレコード会社3社が数年前から進めていた企画で、代表曲喝采をはじめ、矢切の私や黄昏のビギンなど全シングルとアルバム曲計300曲以上の配信が始まる予定だといいます。1992年に芸能活動を休止して以来、公の場に一度も姿を見せていませんが、熱狂的なファンが多く根強い人気を誇ります。これまでにもベスト盤など何枚もリリースされていますが、各レコード会社にはサブスク解禁の要望の声が頻繁に寄せられていたそうです。まさにファンに後押しされた再始動と言ってもいいかもしれません。芸能界でも往年の千秋さんの歌声に魅了された後輩は少なくないようです。全盛期を知らない上白石萌音さんや門脇麦さんなども千秋さんのファンを公言しており、さらにはテレビで彼女の歌を披露したこともあります。先日しましたが、若い世代にも千秋さんの名前や曲が浸透しているのです。芸能関係者は語ります。最近の昭和歌謡ブームはテレビ番組でも特集されるほど、千秋さんにもサブスクを解禁したら歌声をもう一度若い人たちにも届けることができると話したところ、ご本人も納得してくれたと聞いています。千秋さんの歌はいつの時代も人を引きつけてやまない魂の歌、体温や感情があります。血が通っているからこそあらゆる世代の人に受け入れられているのだと思います。配信を了承したのは意外でしたが、ファンの声が彼女の心を動かしたということでしょう。歌に全身全霊を傾け、聞きたいと思ってくれる人のために歌いたいと考えていた方でした。千秋さんは、私にはファンなんかいないよと言いながら、誰よりも敏感にファンの気持ちを感じ取り、時代の流れを読んでいました。千秋さんは独特な世界観と群を抜く歌唱力で注目を浴び、翌年の4つのお願いで NHK 紅白歌合戦に初出場しました。大きな転機となったのはやはり72年の喝采でしょう。後に桑田佳祐さんや宮本浩次さんら多くのアーティストにカバーされた同作は
約80万枚を売り上げる大ヒットを記録し、第14回日本レコード大賞を受賞。流行歌手としての人気を不動のものとし、ドラマチック歌謡と呼ばれる千秋説が確立されたのです。千秋さんの代表曲喝采は、愛する人を失ってもステージに立ち続ける女性を歌った悲しい歌です。ですが、その歌詞とは裏腹に、彼女は郷さんの死後、表舞台から姿を消しました。引退こそ表明しなかったものの、一切の活動を休止し、周囲には断歌を宣言したといいます。プライベートでカラオケに行ってもマイクを持つことはなかったそうです。そんな千秋さんが、かつて一度だけ自ら復帰を口にしたことがありました。郷さんが亡くなって2年ほど経ち、ようやく落ち着きを取り戻しつつあった時のこと、もう一度歌ってみようかなと千秋さんがポツリと言ったことがあったんです。周りの方が、焦ることはないよと助言したために、実現することはなかったものの、彼女は歌を諦めたわけではなかった。引退を明言したことは一度もありませんと、レコード会社関係者は語っています。今年は彼女のデビュー55周年であり、郷さんの33回忌でもあるんです。千秋さんは数字に無関心で、誕生日におめでとうございますと言うと、私いくつになったんだっけというような人、周年のことを気にしたこともないでしょうが、郷さんのこととなれば話は別です。以前55という数字を見て55だと言っていたことがありましたが、デビュー55周年という節目もサブスク解禁と何か関係があるのかもしれませんね。サブスクについて本人と話し合ってきたのも、千秋さんが芸能界の父として信頼する東本明さんでした。何か構えてビジネスをやろうという発想ではなく、彼女と話したのは、皆さんが望んでくれる時期が来ればそれに応じたやり方をするのが我々の生き方だよねということです。サブスクのことも本人は全く力んでいないし、極めて自然な流れで話したことでしたと語る東本さん。徹底した完璧主義者として知られた千秋さんは、 100% 納得できなければ歌う意味がないと考えていたそうです。大スターでありながら自分を過小評価するようなところがあり、私なんてダメだとか悪いところばかり気にするんです。歌入れに納得がいっていない時は顔つきがしょんぼりしているのですぐにわかるんですよ。活動休止後、千秋さんは周囲に自然に忘れられたいと語り、引退を示唆したこともあったという。だが最近になって心境に大きな変化があったようです。東本さんは続けます。彼女は何があっても自分の歌を大事にし続けてきました。今も本人の世界から音楽は全く消えてないんです。何年休んでいたとかは関係なく、本人がやりたい気になればやればいい。仕組まれたり不自然なことは嫌う人ですが、自然な流れでできるなら僕はやると思いますよ。コンディションを最高にして叱るべき時にタイミングさえ合えば、活動再開の可能性はまだまだあると思います。伝説の歌姫千秋直美がステージで再び立つ日もそう遠くないのかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。